ジャックタチ、ジャックタチ、ジョックタチ、1907年10月9日から1982年11月4日はフランスの映画監督、俳優。本名はジャックタチシェフ、ジョックタタスケフ。パリ郊外のルペック生まれ。父はロシア人、母はオランダ人。若い頃からパントマイムの道を志し、得意だったスポーツをネタにした芸で鳴らす。 1933年からミュージックホールの舞台に立ち、シドニーイコール、ガブリエル・コレットから劇賞を受けるなど人気をした。1932年からは映画の仕事も始めたが、最初に話題になったのは、ルネ・クレマンが監督し、立ちは脚本と主演を担当した、左側に気をつけろ、つワニ・トンゴーシュ、1936年と異短編映画である。立ちはここでも、 お得意のボクシングの芸を披露している。クロード・オータンイコール、ララの、乙女の星、シルビエル・ファントム。1945年と、肉体の悪魔、レディウブル・英雄公。1947年に、出演した後、1947年に、短編映画、郵便配達の学校、L、エコールでファクターズを初監督した。この作品で、たちは、脚本。 主演も担当し、この作品の主人公である、郵便配達人フランソワは次の作品に活かされることになる。本格的な長編映画デビューは、監督、脚本、出演を兼ねた、呑気対象脱線の巻、ジア・デフェイト、1949年である。フランスの片田舎の郵便配達人が、アメリカ式合理主義に影響され、自転車で駆け回りながら、 騒動を巻き起こすコメディ映画であった。この作品は当初モノクロ映画として上映されていたが、実は同時に二色方式、トムソン・カラーによるフランス最初の長編色彩映画として全編撮影されていた。技術的な困難さのために公開当時はこのカラーバージョンを公開できなかったが、1995年、立ちの娘を中心にシネマテークフランセーズによって復元され、 日本でも劇場公開された。この作品の舞台は、たちがドイツ占領下のパリを逃れて住んだサントセベールという、小な村で、その村が大変気に入ったたちが映画の舞台に選んだのであった。長編、第二作は、僕のおじさんの休暇、レバカンスデムシュー・ユロ、1953年、モノクロ映画、ユロ氏がフランスの浜辺の高級リゾートに現れ、八月の 優雅なバカンス地に大蔵堂を巻き起こす。ユロ市を中心にコミカルなエピソードが次から次へと繰り広げられるが、ほとんどでサイレント映画のような視覚的ドタバタに終始している。サウンドトラックは英語版、フランス語版の2種類が作られたが、音楽とサウンドエフェクトが多くを占めており、独特の音響センスに満ちている。この作品は、米国のアカデミー賞オリジナル脚本賞に、 ノミネートされ、また後のヌーベルバーグの批評家にも大絶賛された。僕のおじさんの休暇以降、ノッポで小さい帽子をかぶり、吸い口の長いパイプを加え、レインコートと寸足らずのズボンを着用した無口な主人公、ユロシのキャラクターを確立させ、以後自作自演で映画に登場することになる。英国のローワン、アトキンソンのインタビューによると、ミスター・ビーンのキャラクターにも大いに影響を、 与えていたとのことである。長編第3作は、僕のおじさん、モンオンクラ、1958年。日本では、こちらの方が早く公開されたが、僕のおじさんの休暇と直接の関係はない。パリの古い下町に住む、僕のおじさんこと、ユロシが、自動化されアメリカナイズされたモダンな住宅や、プラスチック工場で悪戦苦闘するコメディである。この作品では、 そのモダンな住宅のセットも話題になり、タチのモダニスト的な資質も注目された。1959年、僕のおじさんは、米国第31回アカデミー賞、外国語映画賞を受賞する。受賞式出席のため訪米する際、映画会社の人間から、当時人気絶頂だったゼリー・ルイスとお会いになるつもりが、あるならば、会談をセットしますよと言われたが、タチは、 ジェリー・ルイスと会う必要は感じません。もし会えるなら私はむしろ、マック・セネットと会いたいですと返答した。当時、養老院で最晩年を送っていたマック・セネットは、これを聞いて、大いに喜び、たちが深く愛した、サイレント喜劇映画時代の仲間を呼び集め、たちを迎えて親しく歓談したという。その席に招かれた、無性喜劇映画の巨星たちとは、すなわちバスター・キートン、ハロルド・ロイド、 そしてスタンドオレル、オリバー・ハーディは1957年に死去のことである。アカデミー賞受賞時には、これら無聖機劇映画のスターたちを念頭に、If h ハリウッド had not, どねそう so many funny p I would not be h a p p at night, for all those great comedians, I am not the uncle, but the nephew, もしハリウッドがあれほどたくさん面白い映画を作っていなかったら、 今夜私はここにいないでしょう。あの偉大なコメディアン諸氏に対して、私はおじさんではないのです。私は彼らの老いっ子なのですとのスピーチを残している。長編第4作は、大作、プレイタイム、プラトイム、1967年である。このコメディ映画にはプロットがほとんど存在せず、劇中では、ユロシと一団のアメリカ人観光客が街をさまよう、中、 フランスの古き良き伝統を発見する。太刀は資材を投げ打ち、ほぼ10年がかりでこの超大作に取り組んだ。近未来のパリを舞台とするために、高層ビルの隣立する一つの都市が作り上げられてい、当時のフランス映画史上最大の制作費をかけ、しかも高画質にするため 70mm 実記録、チャンネルのフォーマットを使って、壮大な世界が構築された。 プレイタイムのオリジナルは155部の長尺であったが、タチ自身の手で126分まで短縮され、しかも経理上の問題から次々と短縮され、米国での公開バージョンでは93分ものラルまでカットで公開された。公開当時、プレイタイムは一部の批評家には絶賛されたが、多くのマスコミからは、国評を受けて工業的にも惨敗し、 その失敗は一生を立ちにまとわりついた。2002年になってようやく、カンヌ国際映画祭の没後20周年、記念上映で126分70ミリメートルバージョンが復元されている。立ちは、自らの作品の登場人物一人一人の動きを、まるでバレエの振付師のよう実演してみせたという、女性の場合は女装してまで実演した。画面構成から、 俳優の動きまであくまでも完全主義であったのである。プレイタイム制作中に資金難に陥り、制作が一時止まった時、短編、僕のおじさんの授業、クールリーユースウォー、1967年が取られる。これは、ユロシが彼のコメディを出来の悪そうなコメディアン志望者たちに伝授するという内容であった。劇中には、郵便配達人、 フランソワの姿も登場しており、懐かしさを帯びている。長編第5作は、比較的低予算のトラフィック、トラフィック、1971年である。この作品は、ユロシが自動車デザイナーとなって、アムステルダムで開かれるモーターショーに向け、自ら設計したキャンピングカーを運転していくコメディ映画である。劇中では、 モータリゼーションの発達やコミュニケーションの困難さを背景にしているが、あくまでもそれらは作品の背景であり、道中における日常的な渋滞や様々な事故に巻き込まれるユロシの姿がスマートに演出されている。スウェーデンのテレビ局のために監督、脚本、主演したテレビ映画、パラード、パレード、1974年が立ちの遺作となった。 二人の子供が訪れたサーカスを舞台に繰り広げられるショーの模様を温かいタッチで描いたコメディである。タチはサーカス団の団長を演じて年齢を感じさせない多者な動きを見せている。ジャック・ラブランジュと共同で執筆したコンフュージョンやイリュージョニストの脚本を残し、1982年11月4日、タチは肺炎のためこの世を去った。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。